うんちゃん、うん、浅草です。浅草といえば、浅草といえばご当地カレーのカレーランド。このお店の脇にですね、こういうものがあります。レトルトカレーの自販機、めちゃくちゃ珍しいんですよ。買って帰ろう。何買うの？いやー、この中でやっぱね、気になるのはメロン。メロン、これが多分オリジナルなんですよね、当店オリジナル。こんだけカレーを集めたお店のオリジナルカレーは気になるんだけどね。じゃあそれにする？それにする。じゃあメロンとカレーですよ、一個ずつ。じゃあとりあえずまずは4番。お菓子と同じやつだ。そうだね。おお、買いました。これがカレーランドさんのオリジナルカレー。いや絶対うまいじゃん。いっぱいある、すごい。昔いっぱいカレーをね、棚に並べてやってたんですよ。知らないかもしれないけど。知らない。こんにちは。ランキングになってるんですね。すげえいっぱいある。うわすごい、めっちゃある。迷路みたいになってるし。いやすごいよ。うわすげえ、こっちもある。うわすげえ、真っ白なカレーあるよ。ホワイトカレーは結構北海道で有名なんです。へえー、そうなんだ。カレー王なのに知らない。真っ黒のカレーもあるよ。でね、僕は思い出のカレーがあるんですよ。レトルトカレーをやってた時に一番美味しかったカレー、それがこれ、JF 広島連の広島かきカレーですね。これはぜひ買って帰りたい。普通に動画用じゃなくて食べる用で、あの動画用に2900円、三陸丸ごとアワビカレー、これ買っていいですか？はい、うんちゃんセレクト。ちょっと攻めたやつもあってもいいんじゃないかなと。まあメロンも一個買ってますけど。臭いの？臭いのあんの？あった、ありがとうございます。個人的なやつだね、うん、もうただ好きっていう。ただ好き、はい、わさびカレー。じゃあこの4つ買って帰りましょう。カレーランドから帰ってきました。6つ、6350円分買ってきました。今晩は僕とうんちゃん1個ずつ。僕食べたいの言っていいですか？はい。これ2900円、三陸丸ごとアワビカレー、これを食べさせてください。うんちゃんが食べるの僕決めていいですか？ちょっと動画的にやっぱここを草屋カレー、これも1080円すんだよ。高っ。高い順に食うって感じですね。本日紹介するカレーはこちら、草屋カレー。臭くてうまい草屋カレーです。臭いのでクレームは一切追いかねますって書いてあります。追いかねます。とにかく臭いんでしょうね。それでは行ってみましょう。プリーズディッシャー。ちょっと太ったね。うわ、ん？まだ大丈夫。そう、うん、ちょっとよだれが多めに出たけど今。臭い臭い臭い。さやとカレーとご飯を一緒に、うん、いただきます。僕は草屋が少なくとも好きではないので、草屋の僕が思う悪いところが隠れてて食べやすい草屋な気がする。草屋好きには物足りないカレーになってるんじゃないでしょうか。すげえのじゃこれ。15バンディポイント。個性っていうのが点数が高くなってくるんで、15はいっちゃうんですね。まあでも美味しくなってきて慣れてきたよ。こうやって草屋を好きになってくるんだ多分。せっかくね、2900円のね、カレー食べるからね、草屋の味残すまま言ってはいけないと思う。続けて紹介するのは、こちら、三陸丸ごとアワビカレー。2900円です。めちゃくちゃ高い。でしょ。ああ、サラサラだ。ほんとだ。ああ、出てきた。でかいアワビ。俺、アワビとか熱っ。ああ、すげえ。めっちゃいい匂い。食べていいですか？食べてください、早く。いただきます。めっちゃうまい。これはね、めっちゃうまいです。あの、めっちゃうまい。あのね、あの、めっちゃうまい。あの、あー、もうめっちゃうまい。まず、ルーがめっちゃうまい。ちょっと甘口なんだけど、うまいね。ルーがめっちゃうまい。アワビ入ってなくてもこの値段出したいぐらいうまい。アワビもレトルトとは思えない大きさと食い応え。もう草屋のこと忘れたもん。忘れたね。うん、30バンディポイント。30バンディ、満点、うん、満点。いやー、うまかった。美味しかった。美味しかったです。
カレーランドさん、浅草にあります。皆さんもよかったら行ってみてください。取材させていただいて誠にありがとうございました。それではいってらっしゃい。今日のカレーもとってもいいカレー。僕の心をレトルトパウチ。お何噛んでんの。今日のカレーもとってもいいカレー。僕の心をレトルト。はい、OK です。いってらっしゃい。いってらっしゃい。